アール・ケリー、アール・ケリー、アール・ケリー、本名、ロバート・シルベステル・ケリー、1967年1月8日台は、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ出身の、R&B シンガーソングライター、音楽プロデューサー。母・ジョアンと3人の兄弟たちと貧困の中、幼少期を過ごし、チャカカニや、ダブラッドを輩出したケンウッド・アカデミーに入学。音楽を学び、まずは、 R.K.D.&M.G.M. というグループとして、キャリアをスタートさせたが、うちはもめの末だったい。その後、ブラックグラウンドレーベル CEO でありグラディスナイトの、元夫バリーン・カーソン、バリー・ファンチャーソン2990年に見出され、R.K.D.& パブリックアナウンスメント、R.K.D.& パブリックアナウンスメントとして、メジャーデビューを果たす。 ニュージャックスウィングの波にも乗り一躍その名を知られる存在となる。1992年にソロアルバム Born into the 90s をリリースし、She's シーズガット、ザットバイ e シーズ t ットザットバイブなどヒット曲を出す。1993年秋、アルバム12プレイ、リリース時の放題は愛の12プレイをリリース。バンプグラインド、バンプグラインドは、 ビルボードポップチャートで1位になるか、セックスミー、セックスメ、闇き、ボーディ、ユアボディ、エスコーリングなどもヒット。1994年にはバリー・ハンカーソンの名だった、アリーヤのデビューアルバム、エイジ・エント・ナッシング・バット・ア・ナンバー、エイジ・エイント・ナッシング・バット・ア・ナンバーをプロデュースする。当時27歳だったケリーと15歳のアリーヤは婚姻届を提出したと言われている。 しかし、年齢差唱で結婚は破棄され、そこで、ケリーとアリーヤは、公私ともに関係に区切りをつける子になる。アリーヤが2001年8月25日に若くして、飛行機事故で亡くなった時は、大きなショックを受けたとされている。自らの名をそのままタイトルにしたアルバム、R ・ケリーを1995年にリリース。400万枚以上を売り上げる。You Remind Me of Something。 You Remind Me of s u m m i h i n g 1995年のポップチャートトップ5 R&B チャートでは1位を記録 I Can't Sleep Baby, I Can't Sleep Baby, アイズレイブラザーズ、アイズレイブラザーズで知られる伝説的な R&B 歌手ロナルド・アイズレイ、ロナルド・アイズレイズレとの共作ダウンロー、ダウンローなどヒットを続けて出すこの頃ソングライターとしての才能も開花させ R&B グループの Changing Faces、Changing Faces ンン、Janet Jackson、どんな時も、どこにいても、AnyTime、AnyPlace、Michael Jackson、You are, Not Alone、You are not alone などをプロデュースし、それらを続けざまにヒットさせる。You are, Not Alone は、ビルボードホット100で史上初の初登場1位になり、ギネスワールドレコーズにも認定された。 マイケル・ジョーダン主演映画、スペース・ジャム、1996年サウンドトラックに、I Believe I Can Fly, I Believe I Can Fly を提供。この曲のヒットの後押しを受け、ベスト R&B ソングと2つのグラミー賞を獲得。また、ソング・オブ・ザ・イヤーとレコード・オブ・ザ・イヤーに選出される。ケディは1998年、 性愛とゴスペルという彼の二つのコンセプトを明確にさせる二枚、グミアルバム、R 発表。セリーヌ・ディオンとの共作で、I'm Your Angel と題されファーストシングルは、ヒップホップ、R&B チャートでは5位だったが、ビルボードポップシングルチャートでは2度目になる1位を記録する。R は800万枚以上を売り上げ、ケリーの最もヒットしたアルバムになった。2000年アルバム、 12プレイの続編として tp-2.com12 プレイ -2 の位をリリース。フィエスタ、フィエスタでは JZ をフィーチャーした。その後、客演0円返しとも言える JZ の Guilty Until Pro v e n Innocent、Guilty Until p r o v e n Innocent などを経て、ヒップホップ界と R&B 界それぞれの最高を名乗る The Best of b o t h Worlds を2002年にリリース。トラックマスターズ トラックマスターズのサウンドで絶頂の人気を誇る二人のトップスターが共演することになる。しかし、R ・ケリーと未成年の14歳少女との性行為や少女の排泄を撮影したビデオテープの存在が明らかになった。疑惑はシカゴサンタイムズに匿名で送られてきた26分のビデオテープに端を発した。この問題に関しては、ケリー自身と被害者とされる少女が否定。 裁判の結果ビデオに出演していたのは、ケリーではないとされ無罪判決が出された。他にもいくつかの同様なスキャンダルが紛失し、本来バックアップされるべきのシカゴでもラジオ、放送拒否などにあい、風当たりが強くなる。R&B 界のハーメルンの笛吹き男と、揶揄されたりもした結果、アルバムは、商業的には、失敗に終わる。2005年もハードワークぶりを発揮し、 t p サンリローデットを発表。収録曲、トラップトインザ・クローゼット、トラップド・インザ・クローゼットでは、アルバム収録は、チャプター1からチャプター5までだったが、同年 DVD、トラップトインザ・クローゼットで、全12曲に及ぶストーリー性のある曲と PV が、話題を集めている。2007年5月29日に、オリジナルアルバムとしては9作目となる、ダブルアップをリリース。 同作では、スヌープドッグ、ネリー、カミリオネアなどをゲストに迎え、ヒップホップ色を強めたアルバムとなった。発売1週目に38万8000枚を売り上げ、ビルボードチャートで1位を獲得する。基本的に、作詞、作曲、編曲、ミックス、キーボード、プログラミング、ベースなどを、すべて一人でこなす、マルチプレイヤーであり、初期からほぼすべてを、 セルフプロデュースで行ってている。しかし、アールケリーらしさを保ちつつ時代によってサウンドをきちんと変えてきており、1960年代のソウルから1980年代のブラックコンテンポラリー、2000年代のネオソウル、レゲエ、ヒップホップに至るまで多彩な要素をうまく組み合わせつつ、絶妙なバランスでソングライティングをこなし続けている。近年は、 シカゴステッパーズやレゲエ、ヒップホップの色が強くなってきている。ただし、スロージャムに関しては、それらとは逆に、メロディーメーカーとしての才能を現在でも見せ、続いている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。